こんにちは、パリタンです。今日はいつもとテイストを変えてカラオケに来てます。カラオケマックさんに来ました。あのオペラの研修所に通ってた時、もうね、マックめっちゃお世話になって、あの朝の料金が安いんですよ。そう、おすすめです。そう、あの誰使う人いるかなって感じなんだけど、あの朝の時間にちょっと短い時間で利用するのはね、都内はマックが一番安いと私は思っています。ということで今日は何を歌いに来たかっていうと、昨日ね、推しの子にハマっちゃって、そう、昨日ね、一気見したんですよ。で、まあそうなるとね、まあ YOASOBI のアイドル最高じゃんっていう話になりますよね。で、ちょっと思いついたんですよ。ソプラノ歌手が半日耳コピをした状態で練習なしで1回で歌った場合、一発撮りね、一体何点取れるのかっていう、ちょっともう超リスキーなことをね、検証しようかなと思ってやってみようかなと思って、で、もう本当に一発撮りでもうサクッと歌ってサクッと帰るよっていうことで、今ね、11時22分なんですけど、はい、もうね、30分しか撮ってません。はい、もう今入ったばっかり。そう、今入ってトイレ行ったばっかりで、これからドリンクバーを持ってきてちょっと喉を潤してから一発歌って帰ろうかな。で、ちょっと早速準備だけさせてください。はい、ということで飲み物持ってきたんですけど、でもカラオケ久々すぎてさ、ちゃんと採点でアイドルを入れられるかすらわかんない。ちょっと待ってね。あった、ちょっと発声させてください。めっちゃ下からある、最悪。ああ。誰かも好きになること。さあ答えて、誰かも好きになること。タラタラタラタタラタンタラタンタラ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 タンタンタラタン。OK。ああ、緊張する。やばい、緊張する。無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密ミステリア、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。今日何食べた、好きな本は、遊びに行くならどこに行くの、何も食べてない、それは内緒、何を聞かれてものらりくらり、私はマリア、そう、嘘は飛び切りの愛だ。
誰かに愛されたことも誰かのこと愛したこともない、そんな私の嘘がいつか本当になること、信じてる、いつかきっと全部手に入れる、私のそう欲張りの愛を世界でみんなのことちゃんと愛したいから、今日も嘘をつくよ、その言葉がいつか本当になるよね、あってそれでもまた君と君にだけは見えずにいったけど、あ、やっと言えた、これは絶対嘘じゃない、愛してる、やばこれ絶対やばいだろこれさ、これ晒すのめちゃくちゃ嫌なんだけどいやもうこれ絶対自分で聞きたくない、もうまあまあ実験だから、実験ね、やばい、84、やばい、84点でした、やばい、今までの中で今まで歌ってきた曲の中で一番低い、あの人生で一番点数低い、やば、ちょっともう一回買おうかな、もう一回リベンジしていい、これリベンジして終わりだわめっちゃ下手やんやば、いや、あのね、カラオケで90下回ったのは初めてっすね。でもこれもう無理あるよな。採点のとこだけ歌うっていうのはどう？無敵の笑顔で表すメディア、知りたいその秘密ミステリア、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな意味は、信じ
っぱね、やっぱね、ソプラノ歌手カラオケ下手説だよね、ほんとね。音大ソ、てかソプラノ、ソプラノ歌手カラオケ下手説はね、これマジなんだよね。いやさっきよりは、おお85でーす。2回目は85。まあやっぱこんな感じなんだね。いやー、そう、90点いきたかったな。デフォルトが90だからさ、90はいきたかったけど、全国順位519位ってどうなんですかね。いいの悪いのちょっとよくわかんないけど、まあ検証してみた結果こんな感じでした。もうごめんなさい、ちょっと耳を汚したかもってことで、これが良かったな、面白かったな、お疲れって思ったらグッドボタンください。あとチャンネル登録とコメントもお願いします。はい、ではまた、バイバーイ。